はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。導きの聖女クエムです。さあ本日なんですが、この最強モンスターがですね、遊戯王マスターデュエルについに襲来したということで、まあ、これが実装されたらね、楽園デッキのねパワーがね500億倍上がります。はい、でそれとともにですね、このデッキ、展開ルートが多岐にわたりすぎまして、回すのが、今までの、500億倍、難しくなるというところで、あの展開ルートね、一応まとめたそのブログみたいなのがあるんで、よかったら概要欄からぜひねチェックしていただければなと思うんですが、わかんない方はね、このモンスターどういうカードかっていうとね、マジでね最強なんよ。ルール上ドラグマカードまたはデスペアカードとしても扱うということで、まあ、かなり出しやすい、サーチしやすい、まあ楽園開幕とかでも出てくるしね。あとバスタードとか、今回新規で実装されたルルワリリスとかね、こういうモンスター墓地に送っても特殊召喚できるんで、まあ、結構天帝型もありますね。ドラグマは天帝の人1枚ショロになるんで、ドラグマデッキ、ドラグマっていうか、まあ楽園デッキ、まあ、今回はちょっと天帝の人入ってなくて、普通にそのいつも通りの、まあ、楽園デスピアビーステッドデッキにクエム刺してる感じなんですけど、これ何するかっていうと、召喚特殊召喚に成功した場合にアルバスの楽園系の、カードをデッキから墓地に送る。アルバスの楽園そのまま飲んででもいいですし、なんか魔法トラップとか、あとモンスター、まあ、カルテシアとかでもいいし、なんか開幕とかでもいい。もう本当にありとあらゆるカードを、墓地に送ることができるの。最強。で、2番目の効果。これも最強。自分が相手のカードがエクストラ域から離れた場合、クエムを除く自分の墓地のアルバスの楽園か、そのカード名が記されたモンスターを対象に、特殊召喚できるということで、なんでも融合体でも特殊召喚できるんです、これ。だから例えば、一番強いのはね、ミラージェイドを蘇生する動きなんだよね。ミラージェイドの効果一回使いまして、でその後にミラージェイド融合素材かなんかにして、カルテシアとかで、スタペリアとか、こういう、なんか融合モンスターに変えるんですよ。このミラージェイドを。そうすると、エクストラデッキからカードが離れたことになるんで、クエムの効果で、この2番の効果で、ミラージェイドが帰ってきて、ミラージェイドを一旦に2回打つみたいな、マジやべえ動きができるんで、まあ、そういうね、なんか、すごいテクニカルな動きができるようになるんですね。でね、いや、マジでね、これちょっと使ってみたんだけど、やっぱね、これクソむずいわ、このデッキ。デュエリストカップ2日前に実装するカードじゃねえし、うん、これデュエリストカップ2日前に動かして、もう物にできるか怪しい、このデッキは。というぐらいむずいです。はい。で、まあ僕も一応、使いこなせて全くないんですけれども、まあ一応ね、動かしてきたんで、動画にしてきたんでね、ご覧いただければなというふうに思っております。一応、新しいモンスター、ルルワリースとかディスパテルあたりは結構展開に絡んでくるところもあるので、まあ入ってるのと、まああとはいつも通りのエクストラデッキですね。あ、バスタード入ってます。バスタードを結構、抜いてる方多かったかもしれないですけど、これからはバスタードで、クエムを出してくるっていう動きがめちゃくちゃ強いんで、まあこれ入れてもらった方がいいかなっていう感じですかね。はい。早速、使っていきましょう。このカードのパワーを感じていただきましょう。デュエル。スタンバイ。助けてくれみんな。俺、カンペ見ながら回してるのに、誘発撃たれたらバグる。このデッキ、むずすぎるって。これどうしよう。これは、破兵、破兵撃つが正解だな。破兵撃ってカルテシアだろ、これ。とりあえず破兵、まあ破兵はね、カルテシアがあればしか選択しないんで、まあそんなに難しくないですね。このカードは。まあカルテシアは結構誘発余計になるんで、まああったら先にダッシュとかいいかなっていう感じがします。なんかありますね。で、愚かな埋葬発動。まあ増人ウララも一応破壊穴で弾けるっちゃ弾けるんだけど、あとエフェクトメーラーとか、無限抱擁みたいなカードも、結構弾けますね。これは。で、引き機のディスピアの効果発動。よし、おる。OK。ウララは多分なんとかなるな。いや、マジで、これか。とりあえずこれだな。とりあえず。で、アーレベル召喚。ここで、抱擁って言われても大丈夫だし、エフェクトベーラーって言われても大丈夫ですね。カルテシアがいるんで。いや、これ結構誘発意外とかわせてるんじゃない？で、楽園融合を手札に加えていく。まあ、これは、うららって言われたら、結構やばいっちゃやばいんですけど、普通だったら。これ、墓穴があるんで、あー、ないね。なるほど。これはですね、ちょっと待ってくださいね。カンペによると、カンペによるとこれですね。こことここ。で、アルビオン融合召喚。で、効果発動は破棄します。で、
ルベリオンの効果発動します。なんかあんだよな。なんだろう相手。エフェクトベーラーとか無限包容なのかな。そんな気がするね。なんかここまで打たないのおかしくないか。または普通になんかあの村雲のオロチとかそういう系のカード。か家具か。ああエフェクトベーラー。オッケー。ベーラー。はい。これ使って大丈夫なのか。これ喋りながら回すの無理だってこのデッキ。ちょっとわがこれあのなんか今雰囲気で回してます。こっからちょっとこれ本当はルートにないんですけども、これでグランギニョルするしよう。まあエフェクトベーラーねかまされるよりかはいいかなということでグランギニョル。でエフェクトベーラーが食らわないのでルベリオの効果発動でヒスラクイーンを置きます。ヒスラクイーンこれでも置くの遅くねえかこれ大丈夫？まあ、本来であればここでヒスラクイーンを置くことになってるんだけども、でグランギニョル効果発動。ギニョル効果何らかのモンスターを墓地に置くことができる。いやまあこれさすがにバスタードで良いでしょう。ほんでですねこれでエンドフェーズでいいですね。とりあえずエンドフェーズありえん量動くことが確定しました。これニビルケアできてんのかな。何回目だ特殊感ちょっとあんま分かってない。ちょっと待ってくれ。まずは、バスタードの効果発動だな。バスタードの効果クエム特殊召喚していく。いけ導きの聖女クエムちゃん特殊召喚効果、これでアルバス系のカードを墓地に叩き落とすことができる。起源でいっかでだな。ちょっと待ってくれ。やること多いんだこれマジでやることが多い。起源の効果で回収入ります。まあ、手札コストにもなるし、まあ、普通にその効果使っても強いという話ですね。でカルテシアちゃんの効果起動していいですね。これコストで捨てましょう。カルテシアで、赤の楽園発動アルバースの楽園を回収。これビーステッドとか入れると結構ね裏目があるんでねその辺注意ですね。ビーステッド相手いなそうなんですけども。で、アルバースの楽園とデスピアの同系アルベルちゃんで融合召喚現れよ。宣言竜ルベリオン効果発動手札を1枚あーシュラクインの効果発動でやばいちょっとやること多い。これ初スキキル1でチェーン2クエム、対象カルテシア蘇生でチェーン3シュラクイン。これ何持ってくるんだこれ。アルバス系アルバスの楽園クロゴリュとかでいいか。アルバスの楽園でもいいね。まあ、ちょっとクロゴリュにしとくか。アルバスの楽園なんだかんだねサーチしとくとね結構ねカルテシアでそのまま融合したりして結構強いんだよね。だからなんだかんだアルバスの楽園を持ってきとくのは結構裏目なかったりします。意外と開始のターンにやばい残り60秒しかない。ちょいでミラジェイドをバックダウンでフィニッシャーランク13位 OK で楽園流アルビオンの効果発動これ断罪ですね。これではメルクーリエ、ミラジェイド効果、カルテシア効果、断罪なんで、で、ルルアレス出てくるんで、グーランギニョルで。だから体幹5妨害か6、まあ、はかなもあるから、5、6妨害くらいはある。拮抗勝負やめて。ちなみに、スリーピース、メモリー OK。スリーピーメモリー、ピュ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 アリー、ピュ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 アリーなんかもさ、出てきたさ、ピュアリー全員除外しとってんじゃない白ピュア全員除外しとってんだろ、俺。2枚しかないんですよ、もう。白ピュー。だから、2回除外したら、もう、相手来る、死ぬ説あるじゃん。これ。僕、無道無用で除外しよう。被験竜、ミラジェード効果。なんでもいい。アルビオン。これ、ほら、これでさ、リンドブルムとか送るとさ、一応もう1ボーが追加されたりするんだよな。アルバス持ってきてたらだけどね。で、カルテシア効果発動します。で、ここで、ミラジェードと、まあ、なんでもいい、まあ、ミラジェイドと、こうだね。これで墓地戻そう。断罪で。で、ドラゴンスタペリア爆誕する。で、ミラジェイド効果で、白ピーどっか行く。よし、あと1体。デッキの中に白ピーあと1体。あー、なるほど。で、3P メモリーだろう。結構強いじゃねえか。やりよるな。OK。で、クソラキからカードが離れたんでクエムの効果とシスラクインの効果が発動してこれよこれ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 あは誰だ
誰やべえ、裏目った。はかな、いやこれ裏目だな、明確な裏目きた。あ、まあでも今しょうがねえか、どっかで打たれてるか、まあ、あんま関係ないか。でアルバスの楽印だな、これアルバスの楽印を手札に加えていく。でこうすると後でね、あのなんかワンチャンみたいな感じで、ドラゴンスタペリア1回やって、ルルワリリス出せるんで、まあ、ちょっととりあえず断罪ですかね、それは。で手札が2枚と、まあさすがに大丈夫でしょ、こんだけ。でドラゴンスタペリアあるんで、はいはい、あこれ今ボスをよく見てなかった、やべえ大丈夫かな、まあいいか。でスリーピーメモリーちょっとマジで考えること多すぎだろ。残り44秒プリティメモリー OK、 いいよ全然いいよ。手札1枚捨てるよ。さあ出てきたモンスターにドラゴスタペリアがぶち刺さっていく、まあ、メルクーリー今使えねえし、なんならうざ、普通にニボーが削られたらまあいいよ。リリーモンドームよ、モンドームよ、黙れゴミが、消え失せろ、もう環境は次に移ってるんだよ、貴様などの敵ではない、まあ負けるけどな、普通に先行取られたら。はい、最強、これマジであれだな、むずすぎてさ一生プレミするわ負け試合のあの理由大体全部さあのプレミなんだけど俺。これは楽イオがあんのか、アレベル持ってくる意味あんまねえか、これカルテシアでいいのかな。やべえこれ真剣ゼミでやってない展開きた、これ真剣ゼミでやってない展開だこれ真剣ゼミでやってないとこ来ちゃった。カルテシア、まあ、でもカルテシアはねなんだかんだ無限法要余計とかエフェクトベーラー余計になるんでめちゃめちゃ強いんで、まあ、これは普通に出しておいた方がいいですね、基本的には。で必殺学院効果発動、まあ裏長がねある場合は墓穴ぶち込めばいいんで、まあ楽園融合強気に打っていきますね。これさあ素引きしているぞ、リミット1のカードをな。さあどうした、おっと増人はない、とりあえずねあの出楽園が張ってあると融合モンスターの融合にチェーンできない、チェーンできないというか無効化されないし、融合召喚の成功時になんかモンス、発動できないという効果あるんで、相手がこうカードの効果を、まあ、それを盾にして融合していくといったところでしょうかね。で、はい、アルビオン、爆弾、チェーン1、チェーン2、これ真剣攻めでやってない展開すぎんだけど、これどうしたらいい。マグナムとカルテシアで封印の黄金室なんていうさ、ハンドやってないんだけど、これどうしたらいいかな。ちょっと分かんねえ、まあ、とりあえずプロゴリュー、アルビオン持ってきとく。アルビア持ってきて、アルバスが消えるからな、どっか行くから。でルベリオンだろ、こことここをほいほいと、でルベリオン、はい、で効果発動をほい。えでこれハカーマステル、マジこれ絶対ミスったじゃん、え、なんかミスったぞ俺、これマグナムート、あえやばいやばい、混乱してきた。まあ、とりあえずミラージェード出るからなんとかなるか。で、ルベリオン、効果起動。で、こうですね。はい。で、まあ、これも何置くか問題だよな。獣か、副楽院か、まあ、副楽院か、ここの場合は。なんかあんだよな、相手。一緒なんかあんだよ。なんだろう、これ。あ、ベーラーか。なるほど。まあ、それ避けれるからいっか。カルテシアちゃんがね、メインフェイズ中だったらフリーチェーンなんで、まあ、こういうエフェクトベーラーとか無限法要は、まあ、割と避けれるは避けれる。ニビルとかは結構きついね。まあ、一応赤の、楽飲料アルビオンが墓地行ってるから、一応、まあ、セットできるんだけど、なんかカードを。エンドフェイズにセットがサーチ化できるんだけど、で、グランギー。エンドフェイズ結構ね、展開するパターンとね、まあ、メインフェイズに結構展開するパターン、両方あるんだよね。いやーこれ真剣攻めでやってないから普通にミスってる気がするな。まあでもまあまあ雰囲気でなんとか強い盤面作っていけばいいかなこれはバスタードでいいね。だいたいこういう時バスタードでいいんだけど、はい、たまにスプリント落ちた方が強い時もあるんだよね。それがマジでむずいんだよね。エフェクトベーラーでいいか。これエフェクトベーラー除外特殊召喚します。
なんか発動されますか、これ何ですか。で、マグナムーツチェーン1、ワンドローが先の方がいいな。なんかワンドローの方が強そうだ。大体マグナムートで持ってくる B セットよりもワンドローの方が強い可能性がある。このデッキは来い。さあマグナムート効果、フクラフィン効果、カード1枚取ろう。ほらね本当に強かった、本当に強かったわマジで。これエンドフェーズ、これエンドフェーズ本番展開いきますよ。さあ2部でいつのここ、あサロニールか、なるほど。何、あまあつまあ言うつらい、それは普通に言うてつらいはつらい。あーグランギニョル効果使うか。ウルワリリース編集できるもんなこれな。ウルワリリース出せるな、出しとこう。まだあんの、ちょやばすぎそれは。これバルドレイクってさ出てきたら除外されんのか、うざいな。一応コストなければいけるか、コストなければ除外できないか。ちょサロニールはアドバンテージ稼ぐかもしれないんで、これ普通にあれかな、もう一回これアルビオン送ったらいいんじゃね。アルビオンが除外されんのったんだったらもう一回アルビオン送ったらいい説あるね。ダブルアルビオンで、相手のモンスターを除外、これ自分のモンスター一応除外しに行って、あのこの効果をね狙って発動していくっていうのも一応ありますからね、プレイングとしては。バスタードー、俺のバスタードがー、いてー。ちなみにたら導きの聖女クエムちゃんは特殊召喚がされちゃうんだね、されちゃうんだよね。まあとりあえずですね、いやこれアレバス送ったら妨害になるな、一応アレバス送っておこう。でメインフェーズはもちろん続けます。エンドフェーズを続けます、エンドフェーズを続けます。マグナムーとアグルビオン、やばいぞ。こっからか、これでサロニール持ってきて、まあ、大体サロニール持ってくるのが正解なことが多い傾向にあるカルテシア蘇生してえな、アルビオン効果使っていいな、これ起源じゃねえか、これ起源くせえ気するけどな。これでセットいいえ、これ起源までちなみに速攻魔法なんですぐ使えるんですよね。で起源発動してサロニール送って融合モンスター墓地を送らせてみたいな動きをしていけば多分カルテシアが蘇生できるんですよ。カルテシアをね盤面にねとにかく出したいんですよね、クエムカルテシアって盤面にしたいんですよね。そうするとね、あーでもこれ送んないといけないのか、まあしょうがねえ。で手札に加えます。まあ、大体これアルバスでいい、大体こういう時で、クエムちゃん効果対象カルテシアで、サロニール効果残り45秒45秒で何ができるやかましや、やかましや。楽園開幕か断罪かというと断罪で、楽園融合を回収した方が強い説伊豆ある特殊 OK で、これで副楽園でサロニール戻ってきて、でカルテシアでサロニールとアルバスで融合して、フィリアス出してみたいな動きもできるし、まあ、普通にドラゴスタペリア出しに行ってもいいね。ドラゴスタペリアが強いかな、ミラジェード1回もう1回打てるから。まあ裏ランで、あセイファート、なるほど。これはですね動きましょう、竜動きます。これお相手しドラゴンリンクですな、ドラゴンリンクですな。これでカルテシアちゃんを融合の効果使いまして、闇プラス融合の方が強い。ミラジェイド送りてえよなこれ、ドラゴンや、いやこれさすがにスタペリアだろ。こことここでスタペリア出す、レクサデッキからカード離れたんでなんかいろいろ発動する。クエムちゃん効果対象ミラジェイド、サロニール効果、スラクイン効果。さあ最強、さあ相手はカードの効果をチェーンできない。さあこれによってミラジェイドが絶対に爆誕するスタイル強え強え、絶対に戻ってくるサロニール。さあこれ開幕か、破壊耐性つけよう、あと落として強いもんねえよ。ミラジェイドセカンド、ミラジェイドミラジェイドセカンドチャンス発動。おい優先権はよこせ、よしミラジェイド効果
スプリント。やべ、28秒しかない。やべ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 、急げ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 。で、効果発動。1枚ドロー。強くね。このデッキ最、おいおい、強いな、おい。強すぎだな、これ。このデッキ。マホニエル。なるほど。これ、チェーンできないんですよね。その、失楽印があるんで、今、これ、ミラジェード蘇生の効果、チェーンできないんですよ。強いっしょ。絶対ミラジェード蘇生できるからね、失楽印貼っといたら。融合したら、カルテシアの効果で。さあ、あー、お相手し、かなり困っております。参戦の際、何？あ。これ、心折れるだろ。これ、相手。これ、相手、心折れる、このリソースさ。さすがに。アドバンテージ稼ぎすぎなんだもん。何このカードの量。別に俺増字打ってねえからな、これ。増字打ってるわけじゃねえからな、これ。天気の宣告員、なるほど。あ、うざ、そいつ無効にできねえな、スタペリアでは。サロニール、なるほど。サロニールで送ったところで杖もさ、言えだろ。ルベリオン、はい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 、なるほど。まあ、ルベリオンはリリースできない、まあ、スタペリアで一応効果無効にしたけど、多分これ効果無効なんだよな。リリースしたはずだもんね。リリースした発動系の効果って、あれなんですよね、スタプリアの効果で、無効にできないんですよね。まあ、でも、リリースしてバウンスされたところで、うららがあるんで大丈夫ですね。絶望の、絶望のトリプルうららなんで、ハンド。はい。どうぞ。あ、どうぞ。誰ですか？ブラジートですか？あ、スタプリアですね。なるほど。あ、じゃあうららね。相手カード何もなかった。相手フィード何もカードなかった。いや強すぎだろこのデッキマジで。いや何もない、そんなバカな。結構入れてるけどな、誘発ビーステッド。せめて1枚ぐらいは来てほしいけどな。誘発何枚入ってんだな。うららとゾージーとでも言うてビーステッドが1,2,3,4,5枚ぐらいなんで、まあ、言うてそんな入ってないか。あの嘘ついたわ。サイバーってマイニングやべえ、ディフェンサーやばい、残機じゃねえ、コーディックやばい。それはこれ鬼展開されるじゃんこれ絶対。やばい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 。ちょっと待って、これ鬼展開されるでしょ。リンクデコーダー、これ何、これエクストラリンクとかするレベルなんじゃないのこんなの。いや絶対やべえだろこのデッキ。なんか盤面かっこよくね、盤面すげえかっこいいんだけど。え、あ、それで終わり？え、弱くね？盤面。え、全然なんか弱そうなんだけど。何このなんか、プレイメーカーみたいな。盤面マジプレイメーカーなんだけど、とりあえず融合破片打つわ。まあ、とりあえず一旦ね、融合破片打ちます。ちょっと、破片で様子見まして、で、まあ、カルテちゃん出します。はい。チャンカル出します。まあこれアルバスの楽園召喚なんか打たれますね。チェーンカルテシャでしょ。はい、アルバスの楽園召喚効果発動。もう融合破片いらない。ハカーナマスターズこれ先行用すぎんだよなこのハンド。さあ来いよ誰。まずい、なんでそんなカード入ってんの。カルテシャカルテシャカルテシャで融合。えっ、ちょ初日からメタンのよくないだろこれ。これさマジでさ、その死んだもさ初日からメタルのマジキモすぎるだろ。くたばれよこいつ、くたばれ本当に。相手完璧に漢字読んでんな。相手完璧完璧にカンク読んでるわ。ああ、なんでかっていうと俺にぶっ刺さってるから。対戦ありがとうございました。